チョムスケの雪だるまを作ってみたんだ。気に入ってくれるかい？この格好なら暖かい。ソードマスターであるこの僕に雪玉で勝とうなどと、ロアホーク！この僕に寒さなど通用しない。このスバ、早めに来たつもりだったが、すでに長蛇の列。新年の露店はこんなにも盛況なのか。おや、三剣じゃないか。こんなところで奇遇だね。アルエさん、服装がいつもと違うから気づかなかったよ。そういう君もいつもと違う服装だけどね。三剣は何が目的なんだい？新年限定の最高級シュワシュワだよ。アクア様への新年の贈り物にと思ってね。恐ろしい戦場へ足を踏み入れるのか。君も見上げた男だ。恐ろしい戦場？君は今から起こることをまだ知らないのか。でも知らないからこその強さというのもある。君なら大丈夫。きっとあの押し寄せる軍勢に打ち勝てるよ。ちょっと待ってくれ。話についていけないんだが、この会場で何が起こるというんだ？まもなく年明け安売りが始まります。お客様におかれましては、さあ地獄の宴の始まりだ。このスバ大変だった。欲しいものは手に入ったかい？なんとか。ただこれから町の人たちを見る目が変わりそうだ。アルエさんの言っていたことの意味がよくわかったよ。欲しいものを安く手に入れるためなら人は豹変する。この会場に来ると人間の心理を知ることができるね。そういうアルエさんは全く息が乱れていないけど。コツさえ覚えれば今日くらいの安売りなら難なく立ち回れるよ。本当か？そのコツとやらをぜひとも教えてくれ。女神様に好きなだけシュワシュワをプレゼントするためにも、この僕が安売りを制してみせる。待っててください、女神様。このスバ、パーティーメンバーの募集はあちらです。ソードマスターの玉の休暇、里の消化、今アクシズ教に入信、里の消化、あまりの強大さ、いろいろおし、たまにはこうして、まさか。このスバ、このスバ、これどうやって遊べばいいんだろう。考えてもわかんねえし、打ちまおうぜ。ダメよ、好意でもらったものを売るなんて。あら、リーもダストも神妙な顔してどうしたの？ちょっと聞きたいんだけど、このボードゲームの遊び方知ってたりする？見たことのないボードゲームですね。どこで手に入れたんだ？行商人のおじさんの荷物を運ぶのを手伝ったら、そのお礼にもらったの。やれば人生が変わるとか言ってたけど。マスにサイコロ、スゴロクみたいなもんか。
知ってるの？なんとなくな。ルールは簡単だし、みんなでできるぞ。悪いんだけど、教えてもらっていい？せっかくもらったものだから、一回くらい遊んでみようかなって。私もぜひとも！ボードゲームは結構好きなんです。じゃあ、みんなでやるか。ちょっと待った！みんなでやるなら、罰ゲーム決めとこうぜ。おいおい、ただの遊びだろ？まあ、聞けよ。リスクを負うからこそ、普段は得られないハイリターンが返ってくるんだ。例えば、ビリになったやつは一番に上がったやつの言うことを何でも聞く。なんてどうだ？なんでも。そう、なんでもだ。お前なら、わかるよな。ああ、男の夢だ。決まりだな。ビリには罰ゲームだ。望むところ。障害があればあるほど、ゲームは燃えるものです。ビリになった自分を想像するだけで。カズマ、後でビリになる方法をこっそり私に教えてくれ。もう、みんながいいならいいかな。ここだと寒いし、うちでこたつに入りながらやろうぜ。このスバ。モンスターに舐め回されて振り出しに？何なのこのゲーム。だあ、財布を落として10マス戻る。また戻るのかよ。だあ、ビリになりたいのに着実に駒を進めてしまう。ビリ争いも佳境ですね。そして一番争いは、友人にお金を貸すが返ってこない。2マス戻る。ここに来てこれは痛いかも。頑張ったご褒美にお菓子をもらって5マス進む。さあさあ、追いついてきたぞ。一番になるのはこの俺だ。手に汗握る白熱ぶり。悔しいですが、勝利の女神はあの二人のどちらかに微笑むでしょう。申し訳ないけど、次で一番はいただくわ。だからお願い、一だけは出ないで。一だな。モンスターに襲来されて振り出しに戻る。あー、もうこんなに意気込んだのになんで。勝利の女神様はどうやらこの俺に味方しているみたいだな。まだ諦めちゃダメよ、リン。一緒に振り出しから逆転しましょう。いけない、このままじゃビリに。緊急警報、緊急警報。ブラッドファングの大軍が現れました。冒険者の方々は至急正門前に向かってください。ブラッドファングの襲来か。スコールがまた引き寄せてしまったのだろうか。こんなことを思うのは冒険者としてどうかと思うけど、ちょうどいいところに。こうなったら勝負は中断するしかないわね。リン、なんか喜んでないか。言っとくけど、ビリになったら罰ゲームが。今はゲームのことよりもブラッドファングのことよ。すぐに正門前へ向かいましょう。ごまかしましたね。このスバ。敵が来たら返り討ちにしましょう。罰ゲームだけは絶対に嫌。このサイコロの一投に全てをかける。このスバ。ブレードオブウィンド。これで全部片付いたかな。みんなお疲れ様。お疲れ様じゃないわよ。どうして私がヌメヌメにならなきゃいけないの。ベロベロに舐められて、私女神なのに汚されちゃった。ないないない、俺の財布がない。アクアもダストもどうしたの。アクアはそのなぜかブラッドファングに舐め回されてな、あの通りヌメヌメになってしまった。ダストは戦っている間に財布を落としてしまったようで、さっきからあんな調子だ。アクアもダストも災難だったわね。
ちょっと待って、舐め回されて財布を落とした。モンスターに舐め回されて振り出しに？何なのこのゲーム。あー、財布を落として10マス戻る。また戻るのかよ。それにモンスターも襲来してるし。まさかあのゲームは本当に人生が変わるボードゲームだったの？私の人生は？確かにマスに書いてあることが現実になってるけど、さすがに偶然じゃないか？そうだといいんだけど。カズマさん、本日はブラッドファングを迅速に倒してくださりありがとうございます。ちょうど偶然お菓子を焼いてきていたんですよ。よければ召し上がってください。本当にいいんですか？はあ、綺麗なお姉さんからお菓子をもらえるなんて、生きててよかった。お菓子をもらうって、頑張ったご褒美にお菓子をもらって5マス進む。さあさあ追いついてきたぞ。一番になるのはこの俺だ。やっぱりあのボードゲームはマスに書かれたことが現実になる不思議なボードゲームのようですね。でも俺結構いいマスに止まってたからな。あれもこれも現実になるのは悪くないかも。何言ってるの、最悪よ。モンスターにヌメヌメにされてあんなことやこんなことも現実に。耐えられない、私耐えられない。おい、俺の服を鼻水と涙でベチャベチャにするんじゃない。アクアはかなり参ってしまっているようですね。そうだな、それはあの男も。あの財布に入ってたのが俺の全財産だったんだ。明日から生活してく金もねえよ。ダスト、今回ダストのお金がなくなったのは私が変なボードゲームで遊んでみたいって言ったからよね。これ少ないけど生活の足しにして、お金が貯まった時に返してくれればいいから。助かるぜ。これだけあればカジノで一発逆転の丸儲けができそうだ。すぐ返すから待ってろ。なんでそうなるの。カジノはダメだからね。リーン、多分あのお金は返ってこないと思うぞ。え、どうして。友人にお金を貸すが返ってこない、2マス戻る。ここに来てこれは痛いかも。忘れてた。リーンも苦労しますね。それにしてもスゴロクがこんなに危ないものだったとは思いませんでした。そうだな、今後誰の手にも渡らぬようダスティネス家の金庫で厳重に保管しておくのがいいかもしれない。そうしてくれると助かるわ。まあまあ、そう落ち込むなって。今日の夕飯は俺がおごるから、辛いことは全部忘れてパーッと行こうぜ。本当に？カズマさん、やけに羽振りがいいじゃない。これから起こるいいことを想像して浮かれているのでしょう。ここは素直におごられとけよ。リーンもよければ一緒にどうだ。いいの？じゃあお言葉に甘えてご相伴に預かろうかな。この巣場